音叉剣。はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダー響きデラックス名刀音叉剣です。はい、これは響きの映画の劇場版仮面ライダー響きと7人の戦士に登場する映画専用の武器アイテムで、音叉剣の名の通り変身音叉が術によって刀状に変化したもので、映画の内容的にもマカモーと戦うというよりは仮面ライダー同士のバトルとか鎧武者とのバトルとか普段の音力バトルとは違いますので、刀形状とはいえちゃんと世界観には合ってましたね。ただ表紙に響きさんが音叉剣を武装してますが、映画本編で響きは音叉剣は使わなくて、この辺の映画限定ライダーたちが、正確には鬼ですけど、この辺のキャラが使ってましたね。というか歌舞伎のイメージが一番強いかな。外箱をぐるっと見回すとこうで、映画限定ですからテレビ本編にはこのアイテムは登場しませんね。一応響きも途中から刀は使うんですが、響きって書いてある普通の刀と音力棒を一緒に使う感じで、最後の最後でアームドセイバーも登場してましたよね。ではレビューしていきます。マイナー玩具のカテゴリーで紹介しようかなと思いましたが、マイナーっていうほどでもなかったので響き玩具レビューの流れで開けましょう。トドロキ系のアイテム同様にかなり豪華にメッキパーツが使われてて、柄の部分とかピカピカなんだけど、はい、中身はこうなってて、名刀音叉剣本体のみですね。ちなみに映画本編ではこれくらい刀身が長かったんですが、おもちゃ用にだいぶコンパクトめな全長になっております。では音叉剣本体を細かく確認しましょう。全長短めとはいえ、普通にデラックス玩具の剣アイテムとしては十分な長さで、最新の剣アイテムのビートクローザーと比べても全長同じですもんね。変身音叉からの形状変化して剣になるアイテムですから、ここの柄の部分にはまんま変身音叉の鬼の顔があって、近づいていろんな角度から見るとてっカテカで、標準の音格と違ってメタリックではなくってメッキパーツでの表現ですから、なかなかの豪華絢爛さ。後ろから見てもキラッキラの鬼の顔がありますし、グリップ周辺もザ・刀的な造形になってて、横にはトリガーがありますし、一番下のパーツの裏側にはスピーカーですね。で、いつもの響きマークがあって、この辺も全部メッキで構成されてますね。そして鬼の角部分から音叉形状のものがぬっと伸びてて、ちゃんとこの辺が音叉の形になりつつ、その周りに刀があって、ここはシルバーの軟質で危なくないようになってますね。実際の変身音叉と比べると、まず顔周りの比較はこうで、同じように目の部分が発光しますし、ここのサイズ感はほぼ同じかな。立体感なんかも共通で、でも装飾がやっぱきらめいてますね。一番下のパーツの比較はこうで、こうやって見るとちゃんと変身音叉から変形してるんだなっていうのがわかりますよね。そして鬼の角部分の音叉形状がちゃんとここに埋め込まれてると。サイズ比較すると、これくらいの長さですね。ではサウンドも確認しましょう。電源オン。すげえ、ちゃんと音叉サウンド。目も発光しますね。そしてトリガーを押すと剣撃。これが一種類で、連続して鳴らすような感じで、剣撃と同時に目も発光しますね。さらに長押しで必殺技待機音で離すと発動いきます。おお、音叉的なキーンという待機音が鳴って離すと斬撃。音叉剣だから音叉要素強めなんですよね。必殺技サウンドもこれ一種類で、斬撃からの必殺技という二つの音声のみで、めちゃシンプル。近づいて必殺技待機音。離すと、剣撃。
なので電源オンからして本当に音差要素強めなんだよな。ちなみに変身音差音格のサウンドはというと、これね、この部分がこっちにもなると。たー、これを踏まえてもう一回斬撃からの、必殺技。サウンド的には同じなのかな？ステレオっぽい。ダブルで鳴らすと、ほとんど同じだね。ちょっとこっちの方がむしろ、音に奥行きがあるかも。あ、こっちは止まっちゃいましたが、押してる間はずっと鳴りますね。なるほど。いいけど、悪くない武器だけど、何分ね、映画本編で響き自体が使ってませんし、まあ、歌舞伎は割とキャラが濃かったですけど、箱に響きさんが武装してるんだったら、ちょっとは使ってほしかったですよね。てっきり、音劇棒と一緒にこんな感じで使うかと思ったら、そのままあの響きの剣が、アームドセイバーに変化しちゃいましたからね。ちなみにアームドセイバーと比べると実は音叉剣の方が長さ長いんですよね。意外と全長ある。僕の理想としてはこんな感じで音劇と一緒に音叉剣を使ってもらいたかった感があります。あと歌舞伎のさ、あの黒い変身音叉めっちゃかっこいいですよね。はい、ということで仮面ライダー響きデラックス名刀音叉剣を紹介しました。変身音叉から形状変化した武器ってことで、しっかり音叉的なデザインを残しながらも刀の形になってましたし、映画自体が基本過去の話ですから世界観には合ってましたよね。ただ収録音声は相当シンプルめで、斬撃と必殺技の2種類のみで、ちょっとその辺の収録音声の弱さが目立つかな。以上、劇場版仮面ライダー響きと7人の戦記名刀音叉剣の紹介でした。